カリカチカリカチとは、北海道旅客鉄道が運転する快速列車である。かつては、滝川駅、旭川駅、富良野駅、帯広駅間を、根室本線を経由して運転していたが、2016年、平成28年8月の台風被害の影響により、現在は、根室本線滝川駅東鹿越駅間を呼び、 新徳駅帯広駅間でそれぞれ下り列車を一本ずつ運転している。1990年、平成2年9月1日に廃止された急行、仮勝の滝川駅帯広駅間と、快速、十勝の旭川駅帯広駅間を統合する形で運行を開始した。なお、この時に廃止された十勝の愛称は特急。 大空から分離された札幌駅帯広駅間の特急と価値に引き継がれた。ダイヤについては、前身のに列車をほぼ踏襲していたが、2016年、平成28年3月26日に行われた根室本線の普通列車削減の影響で、滝川発着列車の上り1本が、釧路発新徳行きの普通列車に、格下げさ、滝川系統は、 滝川発の片道のみとなった。さらに、同年の台風1号被害による、根室本線東鹿越駅新徳駅間普通の影響により、2018年4月20日付で、旭川発着は廃止、滝川系統も滝川発東鹿越駅と、新徳発池田駅に分割された。列車名は、十勝、石狩国境にまたがる狩勝峠が由来となっている。 2018年、平成30年6月20日時点では、滝川駅東鹿越駅を約1時間53分で結び、その後代行バスで、新徳駅発に接続、新徳駅帯広駅間を約51分で結んでいる。帯広駅で30分停車、特急、スーパー大空11号の追い越しを退避した後、帯広駅池田駅間は普通列車として運行される。 滝川駅帯広駅間の所要時間は約3時間58分、代行バスを含むで分割前と変化がない。滝川駅発東鹿越駅滝川駅、赤平駅も尻駅足別駅場足別駅、野花南駅富良野駅布の部駅、山部駅下も金山駅金山駅、東鹿越駅。新徳駅発池田駅行き。 帯広駅、池田駅間、普通列車、新徳駅と勝ち、清水駅、目室駅、帯広駅、札内駅、幕別駅、都市別駅、池田駅。2016年、平成28年3月26日の、ダイヤ改正時点では、以下の運行形態をとっていた。滝川系統、帯広駅、池田駅間、普通列車、滝川駅、赤平駅、もじり駅、足別駅上、上足別駅。

北美栄駅、美栄駅,駅、美馬牛駅、上富良野駅、中富良野駅、富良野駅、山辺駅、金山駅、行虎駅、落合駅、新徳駅、十勝清水駅、三陰駅、目室駅、西帯広駅、帯広駅。1950年、昭和25年10月1日に、函館駅、釧路駅間、函館本線、目室本線経由で運行を開始した、準急4 0 5 4 0 6列車を起源とする、 列車である。当初は、小樽駅釧路駅間を普通列車として運行されていたが、1955年、昭和30年6月1日に、列車番号を407.408列車に変更し、全区間を準急列車化するとともに、網走発着編成、関北本線経由を連結するようになった。なお、この列車は、函館本線内を夜行列車として運行されていた。 その後、1958年、昭和33年7月15日には、釧路発着編成に、仮価値、価値の列車名が与えられた。1961年、昭和36年4月15日には56系、機動車が導入されて、急行列車に昇格し、運行区間が札幌駅釧路駅間に変更される。また、同年6月15日には、 函館駅根室駅間、函館本線経由を毎日海ある季節列車が1往復、下り2号上り1号増発されたが、この1往復は、同年10月1日に運行経路を、運行経路を、函館駅釧路駅間、室蘭本線、千歳線経由に変更した上で休校、魔臭として分離れている。1962年、昭和37年5月1日には1、 往復増発されてに往復となり、うち1往復の一部編成が、富良野線経由で、旭川駅への乗り入れを開始した。同年10月1日には、札幌駅、旭川駅、釧路駅間、富良野線経由での運行となる。1968年、昭和43年10月1日には急行、マリモ、アカン、トカチを統合している。1972年、 昭和47年3月15日には、札幌駅根室駅間を運行していた、下り2号の釧路駅根室駅間を、ノサップとして分離。1975年、昭和50年7月18日には、下り1号と、上り2号の旭川駅フラノ駅間が普通列車に、格下げされるが、1978年、昭和53年10月2日には、 根室駅函館駅間の急行、ニセコ、上り号の根室駅札幌駅間を統合し、夜行列車を含めた4往復体制となる。1980年、昭和55年10月1日には、小樽駅釧路駅間の夜行普通列車、唐松廃止に伴う代替として、夜行列車に普通車自由席の連結を開始。同時に、旭川駅への乗り入れ、富良ノ線経由を終了した。 1981年、昭和56年10月1日の赤昇線開業に伴い、札幌駅帯広駅間の昼行列車1往復と、札幌駅釧路駅間の夜行列車1往復が、赤昇線経由に変更され、マリモに解消された。これに伴い、仮価値は、札幌駅釧路駅間、滝川駅経由、上り一本は、根室始発の2往復のみとなった。 1982年、昭和57年11月15日には一往復に、旭川発着編成、富良野線経由を再度連結するようになったが、富良野線内は普通列車として運行された。以後、札幌駅、帯広駅、串路駅間における広域輸送の役割は、赤昌線経由にシフトしていき、仮価値は徐々に削減されていく。1984年、 昭和59年2月1日には、根室駅札幌駅間を運行する列車の出駅、釧路駅間が、のサップとして分離され、札幌駅釧路駅間運行の一往復についても、帯広駅釧路駅間が普通列車となる。1986年、昭和61年11月1日には一往復が、廃止され、札幌駅釧路駅間運行の一往復。 帯広駅、串路駅間は普通列車のみとなる。1990年、平成2年9月1日に、快速列車に格下げされ、急行、仮価値は廃止された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。